ゴドフリーネラーによる肖像が、1700年代。第2代ウォリントン伯爵ジョージブースはイングランド貴族。1690年から1694年まででラミア男爵の儀礼称号を使用した。ウィリアム法話による肖像が、1730年頃。初代ウォリントン伯爵ヘンリーブースとメアリー・ランガムの息子として1675年5月2日に、 ミアホールで生まれた。父は名誉革命前後の時期でも、求心的なホイック党員の一人であり、1688年11月に、オラニエコー・ウィレム3世がイングランドに上陸した時に、自ら部隊を率いて、チェシャーからロンドンに向かった経緯がある。そのため、父は政治における出費が多く、出兵直前の1688年10月に、 書いた、遺言上では24,315ポンドの負債を残していたが、辞書からの年収はわずか2,000ポンドで、さらに姉妹のエリザベスとメアリー、弟ランガムとヘンリーへの支払いも指定されていた。1694年1月2日に、父が死去すると、ウォリントン伯爵の借位を継承した。借位継承と同時に、チェシャー党官に任命されたとする文献もあるが、 公式には就任していないものとして扱われている。父の死去から3週間後、1688年10月の遺言状が紙くずの箱から発見されたが、金遣いがあまりにも荒い遺言状に対し第二代をオリントン伯爵は遺言状が父の死去から5年以上前に書かれたものと、紙くずの箱から発見されたことを理由に遺言状が無効であると主張した。 姉妹エリザベスら親族との裁判の末、1698年7月に遺言状が有効であるとの裁定が下され、第二代をオリントン伯爵も受け入れざるを得なかった。以降オリントン伯爵は財政の立て直しに一生をかけ、父が政治活動に明け暮れたため領地管理がおろそかになり、財政上の破滅を招いたと考えて政界への関与を控えるようになった。 貴族院には1696年10月26日に初登院し、同年にジャコバイト陰謀に加担した者のへの厳罰を主張。12月には第3代順断者クサージョン・フェンウィックの試験剥奪に賛成票を投じた。その後、1699年から1700年までの会期を除いて、ウィリアム3世の死去まで7、8割の出席率を維持し、 カントリハホイック党の一員として、ジャン党に反対した。1701年11月イングランド総選挙と1702年イングランド総選挙では、チェシャー選挙区におけるホイック党の候補を支持したが、曖昧で春春した態度だったため、疑いを呼び、ック党の候補への支持を諦めたとの噂が出回るほどであった。アン・王が即位した後は、 貴族院への党院が3割から5割に減ったが、1710年のヘンリー・サシェベレル弾劾裁判には出席、サシェベレルの弾劾に賛成票を投じた。同1710年にロバート・ハーレーが政権を握ると、ハーレーは初代オリントン伯爵への年金のうちの未払い金を払うことを約束して、第2代をオリントン伯爵の政権支持を取り付けた。しかし、 ウォリントン伯爵にとっては、未払い金の支払いであっても、ハーレーにとっては、政治取引を理由とした支払いであり、しかも1713年12月に1000ポンドを支払っただけで、以降二度と支払わなかったため、ウォリントン伯爵は、激怒、さらに1714年6月に、アン・ジョーが、未払い金の支払いの件を知らされていないと知ると、ウォリントン伯爵は、ハーレーとの文通を打ち切った。 1714年にジョージ一世が即位した後、ランカシャー副党官の一人に任命された。この頃までに55,548ポンド分の負債を支払うことに成功しており、ウォリントン伯爵はそれを誇りに思ったという。また、1715年3月より1000ポンドの年金を与えられ、1717 17年に1,500ポンドに増額されたが、 やがて支払いが辞退するようになり、1729年5月に実質的に打ち切られると、ボリントン伯爵は議会で野党に回った。その後も貴族院への党員を続け、1754年11月15日に最後の党員をした。1758年8月2日に死去した。ボリントン伯爵の爵位は断絶、デラミア断爵の爵位はおじ。 ロバートの息子ナサニエルが継承、ダナム・マッシー・ホールの辞書は、娘メアリーが継承した。娘、メアリーの息子にあたる、第五代スタンフォード伯爵ジョージ・ハリー・グレイは1796年に、デラミア男爵とウォリントン伯爵に除された。1702年4月9日、メアリー・オールドベリーと結婚、一条を設けた。ありがとうございます。